ヤハズトウヒレンは、キクカトウヒレン族の多年層。海分類に、チャボヤハズトウヒレンを置き、変種としていたが、基本種と区別しない見解がある。茎は射上し、ジグザグに伸びて高さは10から50センチメートルになり、翼はなく、あまり分子しない。花時には、根質葉は存在しない。葉は誤生し、茎につく葉の質は薄く硬く光沢があり。 洋身は三角状乱形で保、五形、長さ6から8センチメートル、先は栄仙刀、基部は節型からくさび型、円に巨子がある。葉の表面は、無毛、地面の葉脈に沿って毛があり、長さ1.5から5センチメートルになる葉柄があり、翼はない。茎の上部につく葉は、次第に小さくなる。花期は8月。登場は上に2から5個が、 まばらにつくか、単なし、頭鼻の小道は1トルほど、花柄は長さ1から2 5トルになり、細い。双方は長さ9から1 0ト、mm、ル、傾向から8ト、mm、ルになる共筒型で縮れたくも、毛がある。双方辺は7列あり、肩は圧着し、双方外辺は甲卵ン形になり、双方辺の先端はお上に伸びる。頭鼻は、 筒状花の実からなり、果敢の長さは10ミリメートル、色は淡紅紫色になる。果実は長さ3.5ミ、mm、リメートルで赤紫色の痩せ果になる。寒毛は二輪性で、落ちやすい外輪は長さ1から3ミリメートル、花子にも残る内輪は長さ8ミリメートルになる。日本固有種。本州に分布し、鉱山帯から亜鉱山帯の風当たりの強い猿基地や、 ハイマツなどのカンボクリンに囲まれた草地などに生育する。東北地方北部と中部地方北部に隔離分布する。北アルプス北部のものは、長炎規性岩自体の風昇地に生育するが、その他の地域のものは特殊な土壌を選ばず、岩歴地やハイマツ、マハンの木などのカンボクリンに囲まれた草地などに生育する。和名、ヤハズトヒレンは、ヤハズトヒレンのことで、 葉の形から種賞味を下ぎった矢尻型のが付けられ、それを矢はと和訳して矢はとをヒレイとされた。ありがとうございます。